風呂機能の高温差し湯について説明します。高温のお湯を足してお風呂の温度を上げます。約60度のお湯を約20リットル足します。設定は風呂リモコンを使います。手順を説明します。リモコンの扉を開けます。高温差し湯ボタンを画面が変わるまで3秒以上長押しします。高温差し湯を開始します。熱いお湯が出ます。ご注意ください。運転中は熱いお湯が出るため風呂循環アダプターから離れてください。終了は表示画面と音声でお知らせします。高温差し湯を終了しました。